アンソニー・フランシオサはアメリカ合衆国の俳優である。前世時にはトニー・フランシオサの名で活動していた。本名アンソニー・ジョージ・パパレオ。ニューヨーク州マンハッタンでイタリア系の両親の間に生まれ母とおばとに育てられる。芸名のフランシオサは母の結婚前の名字である。1948年にオフブロードウェイのチェリーレーンテアトルに入る。 俳優として一人前になるまでに、ウェーター、皿洗い、日雇い労働者、メッセンジャーボーイなどの様々な職に就く。数年後に、ブロードウェイでの夜を逃れての演技が絶賛され、トニー賞にノミネートされる。同作品が1957年に映画化された時、同じ役を演じ、アカデミー主演団優勝にノミネートされた。群衆の中の一つの顔や、 長く暑い夜をはじめ、その後いくつかの有名映画に出演する。米 ABC で1963年から1964年にかけて放送されたザグレーテストショーオンアースにもゲスト出演し、同じ時期、やはり ABC の精神科を舞台とした医療ドラマブレーキングポイントにも出演した。ボナンザのプロデューサー、デビット・ドル・トートが西部劇、 ドラマ、ハイシャパラルで、キャメロン・ミッチェルの親友であり、おいでもある、マノーリーと、モントーヤの役を、フランシオサに振ろうと考えていた。ただし、ヘンリー・ダローが遅刻したらという条件付きであり、ダローがセットに時間通りに到着したため、フランシオサは、モントーヤ役を演じることができなかった。テレビでも、バレンタインデー、ネーム・オブ・ザ・ゲームよびパイロット版の、死んだ女の住所録、 そして、マット・ヘルムでは主役を務め、アーロン・スペーリング制作の、ファインダー・オブ・ロスとラブスにも主演した。私生活では4度の結婚をし、3度目の妻、ジュディス・バラバンとの間に、娘のニーナが、そして4番目にして、最後の妻、リタ・テールとの間に2人の息子、マルコとクリストファーが生まれている。マルコは俳優であり、クリストファーは、有機農業に携わっている。晩年は、 ロスアンジェルス西部のブレントウッドで暮らした。2006年1月14日に脳梗塞で倒れ、19日にロナルド・レーガン UCLA メディカルセンターで77歳で死去した。14日はかつての妻でアカデミー賞女優でもあるシェリー・ウィンタースが亡くなった日でもあった。トム・ウェイツが1992年に発表したアルバムボーン・マシーンの10曲目。 コーインアウトウエストでフランシオサの名前が使われている。ありがとうございます。